耳で読む霊界通信小桜姫物語31香織女危機物語。夫との再会を物語りました。ついでに同じ頃、私がこちらの世界で再会を遂げた 2,3 人についてお話ししてみましょう。この方たちと縁もゆかりもない現世の人たちにはあまり興味が湧かないと思いますが、私自身には忘れがたいことですので、少々お付き合いください。一人は、私がまだ実家にいた頃に腰元のように可愛がっていた香織という女性です。香織は、私より年が 2,3 歳、若く、顔立ちは十人並みですが、目元の愛くるしい、なかなか利発な女性でした。身元は、長谷部何がしという出入り勝ちの確か次女だったと記憶しています。私が三浦に嫁いだ時に香織は実家に戻りましたが、その後もしょっちゅう鎌倉からはるばる私のところに訪ねてくれていましたし、何より私のことをひい様ひい様と呼んで懐いてくれていました。そのうち彼女も縁あって鎌倉に住んでいる一人の侍のもとに嫁ぎました。夫婦仲も大層円満で、二人の男の子も生まれました。気立ての優しい彼女はその子供たちを大変可愛がり、三浦に来る時は一緒に連れてきたりしていました。当時のことは今ではもう夢のようで、詳しいことはすっかり忘れてしまいましたけど、ただ私が現世を離れる時、彼女から心よりの看護を受けたことだけは今でも深く深く頭の底に刻みつけられているんです。彼女は私の母と一緒に例の海岸の私の隠れ家に詰めて、それはそれは親身に世話をしてくれました。それから私の病気が早く治るようにと氏神様に日産までしてくれたのでした。ある日病床で彼女から髪を解いてもらったことがありました。生前の私は髪が大変多く、日頃から母の自慢の種だったんですが、その頃はすでに寝たきりだったので見る影もなくまつれていたんです。彼女は髪を溶かしながら、せっかく溶かせばこんなに綺麗な髪なのにまつれたままなんてかわいそうと言ってさめざめと泣きました。それをそばで見ていた母も、もう一度元気になって、晴れ着なんか着せてみたいわ、なんて言い出して、泣き伏しちゃいました。こんな話をしていると、不思議なことに、私の目には、今でも、その場の光景がまざまざと蘇ってくるんです。いよいよ、もうダメと観念した時に、私が、日頃一番大切にしていた一重ねの小袖を、形見として彼女に譲りました。彼女はそれを両手に捧げ、いつまでもいつまでもひい様の形見大切に保存いたしますと言いながら、あたり構わず泣き崩れました。でももうその頃には私の心はだいぶ落ち着いてしまっていて、この世に別れを告げることがそれほど悲しくもなく、目をつむると死んだ夫の顔がすぐに出現するほどになっていました。とにかくこれほどまでに因縁の深い関係でしたから、彼女がこちらに来てからも私のことを忘れるはずもないのでした。ある日私がご神前で統一の修行をしていますと、急に体がブルブルと震えるような気がしました。何気なく後ろを振り返ってみると、年の頃50ぐらいの一人の女性が座っていました。それが彼女、香織でした。